どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ヨシミツです。フォールアウト4、続きをプレイしていきたいと思います。さて、ガンナーの人質も皆殺しにしたところでね、ここに出ると。で、次のクエストが、レールロードの本部に行って、このチップを解析するということですね。で、レールロードもですね、別クエで出しておかないとこれいけないってことかな。先に出しちゃったからな、俺。まあ、実況でね、メインをサクサクっと進めれるということで、それはもうこれはこれでありがたい。出てまいりました。おーあれを見てみろ。え？なんか笑うことある？なんか。届くわけなかろう。この人は一体よし、ファストトラベルでここがレールロード本部になります。飛びます。さて、レールロード本部に来ました。まあ、こういう場所ですね。ぜひクエストもね、ちょっと進めておいて、皆さんメイン進めてください。ちょっと、何なの？デスモーナー、デスデモーナーや、デスデモーナー。ちょっとま、喋れないとか。おい。なんで？もう喋れるかな？新たに出てきた空に浮かんでるやつのことで。パニックになってるわ。え、何それ。何でも屋を飛ぶのエイリアンかと思った。エイリアンは本当にいる。やめなさい。あれはプリドゥエンって言って BOS の飛行船よ。 BOS はかなり進んだ恐ろしい団体でね。何？人造人間を抹殺するためにここに来た。これを広く伝えてほしい。 BOS はみんなの敵よ。和平の可能性なんてない。待て。何でも屋のトムがフェール政府計画の先頭に立ってコードネームレッドグレアっていう BOS と取引するの。でも差し当たっては相手の様子を伺ってこちらの軍事行動に近づけないようにする。焦点はインスティチュートのままよ。みんなそれぞれに仕事があるわ。それをこなしてほしいの。ここに報告書があります。これは常に見張られていると思う。むしろ漫画みたいだけど。どうやらグリーンテック遺伝学研究所で激しい戦闘があったようね。そうなんですよ。ああ、それをやったのは俺だ。コーサーを倒したからな。報告書にもそう書いてある。信じがたいけれど、コーサーには何の思い入れもないけど、社会通念ではコーサーを見たら戦うよりも逃げるものでは。なぜ殺したの？解読？仕事だ。インスチュートのコードだ。チップが必要だった。チップに書かれたコードが。コーサーのチップを持っているの？無傷でついてきて。今すぐコーサーのチップの解読は非常に繊細な作業になる。はいはい。間違いにつながる動作が山ほど。一つのミスでデータを失ってしまう。おいおい、マジか。その仕事にうってつけの人間がいる。ほうほうほう。トム、コーサーのチップが手に入ったの。わお、本物。うわ、久しぶりだな。デズから大気センサーを設置する許可をもらった。ようやくインスティチュートが連邦をテラフォーミングしていることを証明できる。見たか、キャリントン。それはすごい。それはすごいな、トム。君に頼るとデズに話した。それで俺がミラマクレディの反感を買った。なんでやねん。高い場所に設置する必要がある。デズにフリーダムトレイルを見張るためのカメラと他のローテクな監視装置をつけさせられた。君の判断で捨ててもらって構わない。誰かさんにカメラをいたずらされるかもしれないからな。
さっさと渡せ。カメラ？トレイルを見張るカメラが必要なのか。俺が設計したカメラでトレイルマーカーと名付けた。これがあれば俺たちを探そうとする者がいても遠くから発見できる。なるほど。もちろんカメラは多少の保険になる。だがインスティチュートが企む真の計画を暴くことの方がもっと重要だ。まあ確かに。完璧な場所を見つけてやる。ミラを設置して貴重なデータを収集させてくれ。ねえ、これバイ、これで大当たりを出したわよね。チップを渡して、何が書いてあるか見ましょう。これだ。行くわよ、トム。奇跡を起こして。分かった、チップ君。サーキットアナライザーを試してみよう。頼むよ。なんか別クエが発生してしまった。チップどんなの？あ、そういう、あ、さっき見たもん。よし、チップにアクセスした。アナログのコネクターにちょっと細工をしたんだ。トム、天才なんじゃないか？なんだ？まいったな。クラッシュするなよ。しっかり。おいおいおい。メモリーのちょっとしたトラブルだ。さあ、来た。暗号化アルゴリズムだ。いいぞ。まだ動いてる。まいったな。最後の暗号に桁数を追加してやがる。ああ、こいつは。頼むよ、パターンを見せてくれ。どこにあるんだ。待て、キージェネレーターに同じ対数関数が使われている。いやー、ラッキーだ。独り言が多いな。捕まえたぞ、インスティチュート野郎。捕まえた。別の値を求めるんだ。よし、その底の値を教えてくれ。すげー複雑そう。コードを手に入れた。逃げたすべての人造人間について私の手柄だわね、トム。この幸運が次まで続くかはわからないけどね、デズ。それからエージェント、我々に役立ったのと同じくらいそちらの役に立つといいんだけど。よくやってくれたわ。いえいえ。おい、任務について情報交換の前に教えてもらったら彼らは殺される。一度だけでも。ん？気をつけて。インスティチュートはどこにでもいるから。君みたいなフィールドエージェントが必要なものは全部持っているよ。何でも屋のトムとして特殊な道具をあと少しだけね。ということでね、一応分析は進んでクエストも進んだんですが、ちょっと荷物があるのでちょっと売って売ってでだね。これいらねえんだよな。あるんだよ、いっぱい箱の中に。コウさんの制服はかっこいいから取っておいて。これも全部いらないな。あ、ちょっと待って。これは売らないぞ、ちょっと待って。あとは大丈夫かな。OK。これもいらない。これちょっと軽くなったな。売ります。ありがとう。よーし、戻りたくないけど戻りまーす。ここですね。バージルのとこね。バージルに、ロッキー洞窟、トラベル。でね、サブクエとかやりまくってたな。レベルがめちゃくちゃ上がって、すげー時間かかったんだけど、これでも。うえ。やめたー。でもこんだけレベル上げてもう強いもんな。デスクロウガトリンがあればまだなんとか。おい、入る確信はなかったんだ。必要なものは手に入ったか。入ったぞ。持っている。驚くべきじゃないんだろうな。いや、驚けよ。ところケロッグを倒したんだものな。コーサーも同じようにやっつけたのか。どうやって解読したんだ。それが重要なこと。重要なことか。いや、そうだな。どうでもいい。大事なのは手に入ったという。そういうことだ。忙しかったのは君だけではない。何？私も最善を尽くした。
長年にわたる記憶や耳にしたことをかき集めてね。素晴らしい。君のための設計図ができた。簡単ではなかった。この手は全くひどい状態だから、細かい作業をする能力が消えてしまった。簡単に説明するとこうだ。君は装置を作る。はいはい。そいつはインスティチュートがコーサーのテレポートに使う信号をハイジャックして、代わりに君を送り込む。この設計の一番イカれている部分を知ってるか？いや、まだ見てないからな。あのクラシック音楽ステーション。あれが中継のための信号を流しているんだ。すべてのデータが超音振動数になっている。君はずっと聞いていたんだよ。一言言っておくが、これは私の専門分野ではないんだ。専門はバイオサイエンスで、エンジニアリングやアドバンスシステムといったものではない。バイオサイエンス？バイオサイエンス？アドバンスシステム？何の話だ？インスティチュート内の部門の話だ。専門家集団が様々なプロジェクトに取り組んでいる。後でわかるよ。だがこの装置を組み立てて、あのコードが使えればインスティチュートの中継局からの信号を上書きできるはずだ。できるか、というか組み立てられるのか。手伝ってくれる人はいるか？こいつは一人の手には余るぞ。たとえ君でも。支援はある。ここまで様々な助け。おー、びきじゃん。それはいい。なぜならそこで作れるから、双方のためになる。取引を忘れないでくれ。私は最善を尽くして君を助けた。うまく入り込めたらあの結成を見つけるんだ。分かってる分かってる。正常でいられる唯一の希望なんだ。だから見つけてくれ。さあ始めよう。これをもって仕事をしよう。何としてもやってくれ。知り合いに助けを頼んでくれてもいい。さて、これなんかすげえいろいろ出てきたんだけど、クエストを一回見てみるとですね、これだ。まずシグナルインターセプター作成の協力者を得る。なんだけど、これ、レールロード、三つ目、BOS、三つある。で、このどれかの人に協力を仰げということですね。どうするか。やはり一番軍事力のありそうな BOS に頼むか。BOS で行こう。BOS だ。BOS。あのね、まあ、レールロードでもミニッツメンはない。ミニッツメンという選択肢は俺の中からは消えてる。ということで、BOS に、お願いしようと思います。ここだ。プリドゥエン。いや、まあ、BOS はね、インスティチュートをぶち殺したいということで。ね。なんか、スーパーアーマーとかもいっぱい持ってますから、そこら辺でちょっと、すねかじりということで、助けを求めに行きたいと思います。装備も強いしね。さてさて、来ましたよ、ここに。よいしょ、よいしょ。ここに来たはいいが、どんな感じになるんだろうか。そろそろこれもしかして終盤に近づいてきている感じかな。もうそろそろ侵入できるからな。お！リーダーに話しかけてると？いや、ほら、こういうの持ってるでしょ？そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことだ。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちによればこの数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を指し示している。この情報が明るみに出たその瞬間、
我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。そう、インスティチュートおよび人造人間誕生の原因となったすべての者たちを取り除かなくてはならぬ。いかなる犠牲を払ってもだ。俺は死にたくないがな。インスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには人造機質連邦中を調査させていたが、すべては無駄足に終わ、うん、納得のいく説明がある。そこで君の助けを借りたい。さて来ました、バージルの設計図。設計図を見てくれないか。バージルという名の科学者がこれを使えばインスティチュート内部に入れるというんだ。この設計図はプロクター・イングラムに見せるといいだろう。それはそれとして、装置の製作相手に BOS を選んでくれて嬉しく思う。さて、好奇心を満足させてくれないか。なぜそんなにインスティチュート内部に入りたいのか教えてくれ。でもまだ話してなかったっけ。さて、息子だ。奴らが息子を誘拐したと考えているんだ。インスティチュートは目的のためには弱者を食い物にするから、協力して奴らに罪を償わせよう。素晴らしい。プロクター・イングラムを呼んで概要を伝えておこう。空港へ出頭してすぐにプロジェクトに取り掛かってくれ。さあ、 BOS と一緒に、イングラムと話す。イングラム外に出て、あれか、ん？でこっからが、あ、空港ね。はい、じゃあボストン空港にファストトラベル。ファストトラベル回数が多いな、おい。ロード長いから、ちょっと気持ちいい。こういうのは飛ぶってことじゃなくて、墜落するってことなんだ。確かに。墜落したら終わるな。ガトリング持ってる。おー、いたいた。どうもーん。エルダー・マクソンからシグナルインターセプターの制作に手を貸してくれると聞いた。どうやら今ここではあなたが決定権を持っているよ。間違いないよ。分かったわ。で、その新しい装置で一体何ができる？あ、そっから？テレポーテーション。インスティチュートは出入りにテレポーテーションを使っている。この装置で信号をハイジャックして俺を代わりに送り込む。テレポーテーション？暗号化された高周波による分子中継？そいつは天才ね。これで連邦のあちこちで変則的なエネルギーの値を感知していた理由の説明がつくわ。壁から兵隊たちが出てきた方法については言うまでもないわ。そしてこの美しい装置が文字通りリターン信号をハイジャックしてくれる。予定していたターゲットの代わりにあなたを捕まえる。感動ものね。精通しているようだ。専門的なことを知ってるんだな。まあね、ここで詳細まで理解するのは難しいけど、安定型リフレクタープラットフォームから作り始めるのがいいと思う。貨物層いっぱいの高品質金属が必要になるけど、この空港にはかなりの素材があるはず。まあ時間もあれなんで始めよう。必要なものを教えてくれ。仕事を始められるように。退屈させて悪かったわね。必要な部品。怒った怒った。それとシグナルインターセプターを動かすために大量の動力源が必要になる。ん？それはいいんだが、動力源とは？開かないぞ。アクセスできない。こっちか。よいしょ。いやいや、結構進んできた。そろそろインスティチュートに入れるんじゃないですか？よいしょ、よいしょ。よいしょ。あれ？こんなところにワークショップが。あ、これか。ここら辺は全部解体だ。邪魔だ。ソファーなど後で作り直せばよい。
材料は何が欲しいんだろうか。解体してタイヤを解体、ソファー、ぬかコーラ、どこで作ればいいんだろう。おつく、いけたいけた、よし、いけたぞ。よいしょ、作りましたぜお兄さん。てかここにワークショップがあるのは初めて知ったんだが。あ、ほんであの、あの人に戻る。よし、戻るぞ。お作ったぞ。プラットフォームの制作はうまくいってる？オッケー。ああ、残りを作る準備ができた。いいわね。それでは次に進みましょう。必要なものすべてのリストよ。一部はチンプンカンプンだろうから、質問を受けるためにそばにいるわね。コンソール、中継アンテナ、ビーム装置。やるよ。よかった。ああ、忘れる前にもう一つだけ。構成要素はつなげて、すべての部品を一つの送電網にまとめる。そうしないとうまく動かないよ。助けが必要なら呼んで。向こうの制作現場で。うまくいくといいわね、ナイト。というか、どちらもこれが必要になるでしょう。まあいろいろ作れということですな。装置を作るためにはいろいろ欲しいわけだから。ワークショップで、まずこれか。ちょっと待ってよ。いやー、これはすごいね。クエストでまさかこういう、これをやらないとダメだとは。解体。で、もし材料が足りない場合はですね、私のロケット、あの、一番最初のね、基地のとこにね、いっぱい材料置いてあるから、あれ、あれにしちゃえばいい。補給ラインにしちゃえばいい。そういうことか。とりあえずこれを真ん中に。で、電力が欲しいわけだ。ジェネレーター台を置いて。あ、これじゃない。ちょっと待って。で、これだ。どれ？軍用回路基板なんてないぞ。とりあえずちょっと作っとくか。作れるものを。あ、軍で、軍施設で回路板を探す。コンソールも作らないと。バイオスキャナー、あ、直してくれてるね。これだ。バイオメトリックスキャナーなんていうのが欲しいんですけど、ちょっと待ってくれ、いろいろ欲しいな。ちょっと一回クエスト開いて、これだ。あ、いろいろ行かないとダメですね、これ。
とりあえず軍の施設で回路板を探すだって。回路板ね。マップを見て。あ、ここがスキャナーで。回路板なんてあったか、ここ。小石、行くぞ。バイオメタリックスキャン、そんなあったかな。あそこ漁ったときそんななかった気がするんだけど、クエストだから出てきたぐらいだけか。まあよかろう。威力で押しつぶしてくれる。やめろ。いきなり打ち合いが始まってしまった。そこ、悪いが、この痛い。ててて、て、よけろ。ふわ、リロード。頭を狙い、お邪魔。来ないで。だからここも漁ったんですよ、確か。もうね、漁り終わったはずなんだけど、そんなあったかな。さてと。あ、もうバレてる？もしかして。あのやつにマグナム使う必要すらないわ。レイダーごときに。ヘイ！頭を砕け散っていくがいい。おー、危ない。で、このハンドガンはね、アクションポイント 25% 減らすからね、かなりこのバッツシステムが使えるんですよね。違う違う。一応こっちで合ってる気がするな。なんだと、探せってか。目の前で味方が死んでどうする。近い。どっち向いてんだ。何か使えるものは。さてさて、なんかいるぞ。うわっ、いった。あれをやる。こいつが持ってるわけでもないかね、これ。あー、ここにね、いたんですよ。そのレッドっていう女の人がね。こ
ちに回路があるのか。なんだこの迷路は。これ出ちゃうな。こっちじゃないぞ。さてさて、こっちじゃなくて、あ、こっち合ってんな。こう行って他に道があるのか。回路板ないな。どうだ、どうにある。これタレットから拾えるとか。違うな。よいしょ。こっちから来たんだもんな。うるさいよ君たち。うわっ、レベル1の分際で調子こくんじゃないよ。まったくレイダーが一番弱いな。いるの？適当に撃ったら当たった。とりあえずこっちじゃないな。この上だな。あれ戻ってきたぞ。あれどういうこっちゃ。こん中か。ちょっと待って、こっち先だ。折れたー。オッケー。やった。お、ありそうだ。フュージョンコアはいいんだ。あ、これか。あった、軍用回路ゲット。キャップもゲットして、よっしゃー。ほんじゃ、時間もねいい感じなんで、ここで一旦切らしていただきます。次はね、バイオスキャナーかなを探しに、ここかな、ここに行きたいと思います。ではまたね。